地獄編は、芥川龍之介の短編小説、説話集、宇治周囲物語の絵物資業集をもとに、芥川が独自に創作したものである。書室は1918年5月1日から22日まで、大阪毎日新聞、東京日日新聞に連載され、1919年1月15日に、新潮社観光の作品集、傀来誌に収録された。 主人公である、領州の芸術の完成のためには、いかなる犠牲もいとわない姿勢が、芥川自身の芸術史上主義と絡めて論じられることが多く、発表当時から高い評価を得た。なお、宇治周囲物語では、主人公の名の領州を、領州と読むが、本作では、吉秀としている。破棄されたと見られていた、直筆原稿のうち2枚が、2007年12月に、 岡山県倉敷市で見つかり、同時に未観作、邪収門の原稿も発見された。時は平安時代。絵物詩の領収は巧妙な天下一の腕前として、とで評判だったが、その一方で猿のように周回な要望を持ち、恥知らずで傲慢な性格であった。その上似顔絵を描かれると魂を抜かれる、彼の手による美女の絵が恨み事をこぼすなどと、 怪しい噂にもこと書か,かなかった。この領主には、娘がいた。親に荷につかない可愛らしい要望と優しい性格の持ち主で、当時県政を誇っていた堀川の大殿に見染められ、女子として屋敷に上がった。娘を溺愛していた、領主はこれに不満で、ことあるごとに娘を返すよう大殿に根上していた、ため、彼の才能を買っていた大殿の心象を悪くしていく。 一方、領州の娘も大殿の心を受け入れない。そんなある時、領州は大殿から地獄編の屏風絵を描くよう命じられる。話を受け入れた領州だが実際に見たものしか描けないと頭を抱える。彼は地獄絵図を描くため、ある時は弟子を鎖で縛り上げ、またある時は耳づくに襲わせるなど、強人さながらの行動をとる。 こうして絵は八割型出来上がったが、どうしても仕上がらない。燃え上がる牛車の中で焼け死ぬ女房の姿を描き、加えたいが、どうしても描けない。つまり、実際に車の中で女が焼け死ぬ光景を見たい、と大殿に訴える。話を聞いた大殿は、その申し出を異様な笑みを浮かべつつ受け入れる。数日後、両州は大殿に、都から離れた荒れ屋敷に呼び出される。 恐ろしいことに、火にかけられる牛車には予習の娘が乗せられていた。間もなく、牛車に火がかけられ、燃え盛る炎の中に縛り上げられた娘は、身もだえしながら、まとった豪華な衣装と共に焼け焦がれていく。その姿を両州は、驚きや悲しみを超越した、おごそかな表情でただ眺めていた。娘の家計を命じたとのすら、その恐ろしさ、 絵師領ょの執念に圧倒され、青ざめるばかりであった。やがて領ょは、見事な地獄編の屏風を描き終える。日頃彼を歩く言う、者たちも、絵の出来栄えには舌を巻くばかりだった。屏風を献上した翌日、領ょは、部屋で自殺する。芥川龍之介の原作をもとに、三島幸男が1953年11月18日に一幕二場の、竹本劇の歌舞伎台本。 地獄編を書き下ろし、同年12月5日に、歌舞伎座で中村吉右衛門劇団により、中村歌右衛門、中村勘ローラの共演で初演された。これは、三島の最初の歌舞伎儀曲で、ルリの文体を苦労して再現した作品である。はじめ歌舞伎座の方から劇化の話を受けた三島は、1953年秋頃に、 正式に執筆依頼をされて1ヶ月ほどで仕上げた。三島は、現代後ヤ中途半端の新歌舞伎町セリフの新作がキラヒで、いつの日か、形式もセリフもことごとく歌舞伎に乗りつた新作を書きたいと考えていたために、その依頼は、渡りに、船ですぐに開拓した。しかしやっつてみると、ただ義古文というだけでなく、 ジョウルリのあのグロテスクな素朴なユーモアを叩けた悪趣味きはまる文体の再現は実に難しかつた。大体いいジョウルリ作者の頭には日本やシナの古事に関する耳学問がいっぱい詰めつていたがジョウルリを書くの虹山になるような教養は一つもなかった。ところが我々は文楽を聞いた耳でハイフェッツを聞き会議は酒場でサルトルを論ずるという。 理不尽な生活をしている。これで上流璃をかかうとイフの爬虫が良すぎる。自慢にもならないが、奴と脱行して、歌舞伎座で本読みの最中に、息が続かず、脳貧血を起こしかけたほどである。三島由紀夫、僕の地獄編台本は1955年7月20日刊行のラディゲの死、1962年3月20日刊行の 三島幸男議局全集などに収録された。翻訳版は中国のサルヒ役で行われている。全集収録1969年、東方制作。1969年9月20日公開。カラーシネマスコープ作品。95分。スタッフキャスト同時上映。危機開会俺は誰だ。映像ソフト1997年11月1日。 本作を収録した VHS ビデオソフトが東宝から発売された。ありがとうございます。